嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週水曜都市伝、ほんと事態がつかめない僕だけちょっと医者なりきりすぎてマスクしてるんですけど、ああなるほどね。でこっちは医者になりきりすぎて車椅子座ってます。そうどういうことやで、医者になりきりすぎて気持ち悪くなってる。元々だよ元々だよ言うんや。まあ見てもらったら分かりますけどね、こういうのあるんで見てもらったら。すごいよ、すごい、なんか病院チックなやつが。今日はやっぱ病院の都市伝説ってそういうことだ。おぉ危ない。病院のために病院にまつわる都市伝説っていうものをね、2つ喋っていこうかと思うよ。2つ、1つでもない3つでもない2つ。黄色い救急車ってみんな知ってる？知るか。黄色い救急車知ることない。東北で結構見られてる。何ですか黄色い救急車？じゃあ何なのかって言ったら、精神的にこう病気になっちゃった人を病院へ強制連行するっていう車なんです。そんな、はい、そう、それが黄色い救急車なんです。ガチで。あの後で言います。なんだよ怖えな。気になる。2019で怖いからさ。そうもう乗り切らんと怖い。席見とけよマジでワンパンだけど目撃談があるのよ。結構田舎のところで体は結構しっかりしてて、でまあその人は精神的にあんまり良くなよろしくなかったと。あでまあ入院してたのね、その人が。なんだけど親が田んぼの手伝いで退院させたのね。あ手伝いだったの。体にバラが手伝いみたいな感じで。でそしたらその男の妹、旦那さんといて結構幸せそうにしてると。その様子を見たその男が急にブチ切れ出して、その妹の子を殺して、さらに親を殺して、さらに自分も殺そうとした。ね、したでもしようとしたと。でその妹 の, その旦那さんが、あこれ危ねえってなって警察に連絡した。でその様子を見た親が、いややめろと。である団体に電話をした。 GHQ じゃないね。マッカーサーが最高司令部のね。 GHQ じゃないね。GHQ で知ってる。え GHQ って分かる。 GHQ 分かる。ちょっと待って、今吉本って言ったで。あの、ね、である団体に電話して、はい、でそこから30分ぐらい経って、はい、そしたらあの黄色っぽい救急車がやってきて、何だなんですよ。それをその男の首元に当てて、えでおとなしくなったところを回収してどっか連れてっちゃう。バイオハザード。でまあこの話が本当か嘘か、ほぼ 100% 嘘です。嘘なんだ。嘘なんだ。ほぼ100嘘です。あ、なんだ。そもそもこの黄色い救急車なんてないんですよ。ないないない。あ、なんかタクシーとかいろいろそういう系あるからさ。うん、あるかな。ね、そう、ありそう。信憑性がめっちゃある。そう、で、なんでこの都市伝説がこんな広まったのかっていうと、うん、タクシーとかパトロールカー、あれが黄色いからあれと間違えたんじゃないかって。なるほど。まあ特にタクシーだよね。タクシー、まあ、人の乗り降りとかしてるから。そうそうそう。説二つ目が、うん、あのあれです。笑うなって。そう、動くな動くな動くな。僕の方がより面白い。そういうパターンのやつ。ドクター。線路の点検のためにこう走る、まあ普通に点検の新幹線みたいな。だから線路の状態を見ますよみたいな感じだからドクターイエロー。ああ、線路のポジションなんだ。ドクターとこの救急車とか、はい、イエローの黄色とかそういうのがこう絡まって、なんかもう証拠もない話が出来上がったんじゃないかっていう。なるほど。またイギリスやスウェーデンに黄色い救急車が存在するが、この都市伝説とは無関係である。イギリスには月経条例という精神異常者を強制的に連行して入院させる制度があるが、この時連行するのは警察であり救急車を乗せるのではない。これらの事実を日本人が誤解したこともこの都市伝説が生まれた要因である。まず普通に考えて、なんで東北だけやねんっていうね。まあね、もう東北の人は頭おかしいみたいな。俺もそれをしてると面白くなる。しかもちょうどこれ東北出身だし、なんかもうおもろくなっちゃう。お前じゃあ病院に関する都市伝説2つ目と、リボンか、リボンの位置
しょ。ギターを隠すときのリボン。それ本当にリボンですか。内密にね、病院で行われている闇バイトと言われております。臭いがない。うわぁ、臭いがないです。なんで分かった今。それしかないでしょ。ホルマリンスケール。そうよう知ってるわ。これ有名なやつ。佐々木孫悟空さんっていう芸人が薄いすぎだ。その人が自分で体験したってもう番組で喋ってる。あ、そうなんだ。そうガチ。でその内容っていうのが時間と場所だけ知らされるの。あ、もう言われない。そう病院に集合って感じなんだけど、そこで健康診断をするんだってます。でその人が何も異常がなければまあクリアと。次に書類をもうめちゃめちゃ書くわけ。絶対に外部に漏らすなよとか。もうめっちゃ漏らしてるみたいな。漏らしとかやね。今後かめっちゃ漏らしてる。世界に漏らしとか。まあ地下とかに移動して死体の状態とかを軽く説明されて、赤すりの手袋みたいなの装着する。それでもう一生懸命ゴシゴシ洗ってる死体やっていくと。何積もってんねん。ホルマリン漬けの死体や。完全に死体だった。完全に死体だった。もう一回やってない。してる人はそんなことできんね。めちゃめちゃ黙れたわ俺は。で綺麗になったらさっき言ったホルマリン漬けてもう終了。うわ。でまあこれで大体3万円ぐらいだった。3万少なな。医療のバイトってやるよ。うん、そう。だって前年伝説言った骨折バイトとかもそうだしね。あれ30万ぐらい。あと俺の友達でやったことあるやつ。イン。おお。精神 OK 出れば薬を吸う。うわー。なるほど。試験だ。そう。それもガチガチにサイン書かされるらしい。ええー。どうなっても知りません。まあ、そうじゃん。どれぐらい？1、2万。安っ。安い。心の底からは安すぎでしょ。こんなに頑張っても月3、40しか稼げないようにしてるんでしょ。確かに、ね、計算的にそうなんですよ。骨折だってさ月1しかできないから。佐々木孫悟空さんがね話したこの内容なんだけど、そうね、まあ、本当かどうかさすがに孫悟空がもうややこしい。この人が言ってる内容なんだけど持ってるんじゃねっていう噂もあるんだね。あれ実際ね俺、Google でまあ検索をかけたところ普通に応募してた。やべえ、うん、え？で、それも外部に絶対漏らせたみたいな書類の話したでしょ、うん、そういうのとかは特にね普通に結構なんか普通にやってる。保険とかもちゃんとしてるし、給料も18万から30万で。え？ちゃんと意味じゃん。そうだね、うん、月で18万。意味でき。まあだからまあ確実にそういう場合は実在するってことですね。まあ、病院にはまあこういう様々な都市伝説がある。あなたが今通っているような病院にも知られざる都市伝説が隠されているかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。ホルマリン漬けの申し訳ない。ホルマリン漬けの申し訳ない。はい、ということで、はいはい、病院にまつわる都市伝説をお話ししていただきましたけれども、今日なんでこんなところにいるかと言いますと、そうよ、あれですよね、僕たちホラー系 YouTuber として世界に認められまして。世界に認められたほうがいいの。12人の死にたい子供たちっていう、わー怖い、映画が1月25日から世界的有名企業ワーナーさん、ワーナーさんご好意でこういう特別なセットまでしていただいて。いやすごいわ。でなんと豪華キャスト、杉咲花さん、新田マッキン、はい、マッキンさん。え、今ちょっと知ってちょっとやばいことになりました。夢一個叶いました。あ、叶ったね。橋本いいかじゃ。全然超えるな。ということで、まあ、我々一足先にね、見せてもらったわけですけど、はいはい、もう全部言っていいですか。僕クラスになると映画作りたい人間なんで。あ、言ってたね、作ってる人のこと考えちゃう。うわ、そっち見せ。作りたいのことすごかったね、話のこのジグザグ。あー、そうやね。誰やねん、堤さん。堤さんでした。ちょ待ってください。はいはい、はい、これなんと映画で使っていた、実際に使ってたやつ。ほんと、すげえ。さっき出てたよ、これ。貸してくださいまして、これなんと4番、うちの橋本環奈さん。うちの手。12人の死にたい子供たち、ぜひ皆さんも見に行ってください。ということで、面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あー、じゃあ何してる。
好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が許せない